小福亭鶴子、小福亭鶴子、小福亭鶴子は、情報落語の名跡。当代は二代目。二代目、小福亭鶴子、小福亭鶴子、鶴光。1948年1月18日体。は、大阪府中河内郡町。吉村河辺。現、大阪市平野区出身の情報落語家。ラジオパーソナリティ。情報落語協会顧問。 落語芸術協会情報新打ち。小築芸能所属。本名、小林幸男。血液型は、大型。出林は、春は、嬉しいや。桂三氏、現、六代目、桂文江、桂春之介、現、四代目、桂春男児と同期。別名は、エロカマキリ、ミスターオールナイト日本。弟子には、小福亭学部校。 小福亭学校らがいる。講座名の読み方が小福亭鶴子なのは、師匠である六代目小福亭昇格の前々名で、ある五角の順序を逆にしたものが、命名由来のためで読み方もそれに習った。情報落語協会公式ホームページの会員プロフィールではこの読みの通りだが、落語芸術協会公式ホームページでは、小福亭鶴子となっており、 また自身のブログでもタイトルを鶴公でおま、としている。また、自身の弟子については、上方の弟子である学校は、学校、里光以下東京の弟子はいずれも、こうと読ませている。生まれた時点で、母は、ジップと別れていた。母親は働いていたため、5歳まで、平野区に住む、母方の祖父に預けられて育つ。この祖父に、新世界にあった。 温泉園芸場、後の新ヶ月に頻繁に連れられという。6歳の時に、母が年の離れた植木職人の男性、成人した連れ子が3人いたと再婚するが、商売着の薄い義父にはほとんど稼ぎがなく、母が内職で家計を支えていた。中学に入ると、新聞配達のアルバイトを始めるも、父の過去の新聞料金未払いが発覚し、給料から、 天才文を差し引かれる苦労を味わう。また、兄が鉄工所を始めると、夏休みは昼間そこで働いた。一方、中学時代に、ラジオで落語を聞き覚えるようになり、学校のホームルームなどで演じた。学業成績は良かったため、高校進学を進められたが、父の連れ子である三人の兄が高校にあたる上級学校を出ていないという事情から、1963年に、 定時制である大阪市立天皇時代に商業高等学校進学する。昼間はいくつかの職を変えながら働き、学校では演劇部に入る。演劇部の同級生に四代目林家小染がいた。小染とは二人だけで落語研究会も立ち上げたが、一年生の冬に小染は高校を中退して三代目、林家染丸に弟子入りする。 小染めから染め丸門下への誘いがあったものの、弟弟子になるのが嫌で断念する。また、落語家に必要な教養を身につけるべきで学業での三年程度の回り道はどうということはないと考えており、中退はしなかった。在学中に毎日放送の素人名人会で、より愛主を演じて名人賞を獲得、さらに複数の素人参加番組で常連となる。 卒業間際に再度、素人名人会の名人賞を獲得したことで、本格的に落語家になることを決意する。高校卒業後、六代目小福定昇格に入門。昇格を選んだ理由は、染丸以外の昇格、三代目、桂米長、三代目、桂春男次、三代目桂将軍枝の中で、名前の字数が一番多いことに加え、母から、 顔の怖い人ほど心根は、優しいと言われたことにあった。2013年現在では三代目、正福帝二角に次ぐ二番弟子である。入門の際、正格の下を直接訪問せずに、弟子にするなら、弟子にしないなら、罰で返事をくださいとの内容を記した往復葉書を郵送したエピソードが知られる。結局返信されなかったため、直接、 道頓堀角座に出ていた昇格の元に訪れ、弟子入りを実記した。昇格からはハガキを送ったことに加えて、宛名を、松副帝昇格と語記した点を、南中、失礼なや、ナショナルの会社へ行って、東芝と言うてるようなもんやと激怒される。偶然その時持ち込まれた、独演会のチラシに、同じ語記があったことで、昇格は、プロが間違うなら、 素人が間違っても仕方がないと大声を出すよう、明治て鶴光が叫ぶと、近くでそれを聞いた砂川捨て丸が、大きな声を出せるということは芸人に向いてると弟子に、取ることを勧め、昇格は五時の剣を水に流そうと入門を認めた。正式な入門は1967年4月、入門当日からいきなり稽古が始まった。講座名は、昇格から鶴行と、 鶴光のどちらかを選ぶように指示され、鶴光を選んだという。初舞台は1968年2月の新ヶ月。入門時点で自動車運転免許を持っていたため、やはり免許を持っていた六代目、小福亭松隆が入門するまで、昇格の運転手をする。昇格からはしばしば無茶な運転を強要され、急停止などで一種返しをしていたという。また、 昇格からは7回破門されたと著書に記している。1970年代前半には、ラジオのパーソナリティとして人気を集め、1974年には、在京局である日本放送のオールナイト日本に起用されて、小福帝鶴子のオールナイト日本そのとものりを高める詳細口実オールナイト日本からは、書籍、火薬ご飯や、 レコード、うぐいすだに、ミュージックホールも出し、いずれもヒットした。だが、昇格からタレント活動に苦言を呈されたこともあり、落語にも、本腰を入れて、取り組むようになる。情報落語協会、関西演芸協会のほか、五代目、春風亭流賞の口添えで1990年により、落語芸術協会、芸協にも上方新ちとして、参加。 通常は東京の寄せに出演している。これは鶴光が1987年から2003年の間、東京の日本放送で平日帯のレギュラー番組、口述を持っていたというスケジュール上の事情が背景にある。最初に東京の寄せ、新宿末広邸に出たのは1989年9月で、当初より定席に組まれたがそれに対する風当たりを感じて、 大炎という体裁に変えてもらい、約半年後に、芸協側から、巡回員として、ちゃんと出てもらおう、という形になった。また、江戸落語では、三味線、長唄、笛、日本舞踊の素養が必須と聞いてすべて習得している。情報落語では、三味の生やし方は、職文として、落語家とは別にいる。師匠の昇格の世話になったから、東京の落語家の来藩時にもてなしたと。 東京の落語家に便宜を図ってもらう機会が何度もあり、鶴光は師匠への感謝の念を著書に記している。情報落語協会に席を置いて、東京の寄席で鳥を取る資格を持つのは鶴光のみ、弟子の昭福帝里光と小福帝和光が芸協の真打ちのため、唯一の情報落語家ではないが、里光と和光は、情報落語協会の正会員ではない。 NHK 教育テレビの演芸番組、日本の和芸にもしばしば出演する。昇格に入門するや、いなや、まずは顔と名前を占うかん。と考えた鶴光は、兄弟子の日角、同期の三枝、現、文江をライバルとして、修行時代から関西ローカルのテレビ番組や、ラジオ番組に演した。折しも時代は、演芸ブームであり、 長発という落語からしからぬ風貌と起点の効いた喋りはすぐに注目され、ラジオのレギュラーだけで13本を抱える売れっ子になった。1971年4月より、関西の人気深夜、番組、MBS ヤングタウンのパーソナリティに抜擢。曲はなすみ純一とのコンビで人気を博し、三子と共に同番組の看板パーソナリティとなる。 日本放送の亀渕昭信。後に、同社社長が全国ツアーで、あのねのねのオールナイト日本を3ヶ月間休むことになっていた、あのねのねのピンチヒッター要員を選ぶ際に、候補を訪ねた部下のディレクターとラジオ大阪のプロデューサーが揃って名を挙げたことから、1973年11月に鶴子にオーディションを受けさせた。亀口は最初のオーディションに間違って、 カツラ・チョーマカツラ・ザクバを呼んでしまったという逸話がある。オーディションに合格した鶴子は、1974年1月から、オールナイト日本土曜日、パーナリティを3ヶ月間担当する。初回放送前にはリスナーからのハガキも、数枚しかなく、しかもその内容で初めて3ヶ月間の代役と知って、好きにやらせてもらおうかと開き直ったという。 初回は持ち時間すべて小話を演じて評判となるが、亀淵からはセックスアピールが足りないと言われて、どうせ3ヶ月で終わるからと下ネタを全面に押し出した。これにより、一気にブレイクし、全国区への足がかりとなった。1974年4月からは、水曜日枠で、レギュラーに昇格。その後、同年7月にあのねのねが、ツアーのため再度、 オールナイト日本を休むと曜日に担当が変わり、最終的には11年9ヶ月という当時の歴代、最長パーソナリティ記録を樹立した、現在の最長パーソナリティは、ナインティナイン。鶴子は自分の代わりなど履いて、捨てるほどいるという考えから、土曜の枠を死守するため極力休まないように心がけ、一度体調不良で、休んだ次の週には、台風の中を、 自家用車で日本放送まで駆けつけて出演したという。鶴光の成功により、以降、赤シアさんまを、はじめ多くの情報芸人が、東京のラジオで活躍することになる。小福亭鶴光のオールナイト日本は、この歌は、こんな風に聞こえる、ミッドナイトストーリー、驚きもものきピンク話、その時、君は、 などエッジ系のコーナーが満載で、まだ AV が存在しない時代でもあったので、若い男性にとっては、この番組は、福音でもあった。ただし、公場良族に反するというクレームが来たため、1ヶ月だけ下ネタを完全に排除したことがある。これが功を奏して抗議が収まったため、徐々に、元の路線に戻した。タモリと共に、なんちゃっておじさんブームも巻き起こした。初期に、家が、 火事になるとのギャグネタを盛んにやり、実際に鶴光の家が火事になったこともある。ただし、その当時は鶴光の家が火事にあったことは、写楽にならないとして観光令が敷かれた。その後、火事の事実が明らかになり、鶴光も放送内でそれを認めた、ペットとして飼っていた猿、赤毛猿の三吉がストーブを倒して、ぼやを起こした。放送当時は、 身内ネタをする落語家は少なかったが、鶴子は息子である、新之助ネタを盛んに使った。息子の新之助は、後に落語家となるも廃業した。娘の有沙も一時ネタとして使ったが、嫁に怒られたため止めた。長期間にわたり、番組を担当したため、番組内でのエピソードも多い。当時の女性アイドルも、アシスタントとして出演しており、深夜4時台に、 アシスタント単独のコーナーもあった、足川義美、日高範子、坂木美智子、川島直美、松本明子、坂上俊恵、浜田樹、アイドルとして売れなかった時代に、鶴光のオールナイト日本でアシスタントを務めた、同時期にアシスタントを務めた、日高範子、坂上俊恵、浜田樹は、崖っぷちトリオと名付けられた。1985年のオールナイト日本後は、 東京と大阪を行き来しながら、鶴光の代打逆転さよなら満塁ホームラン、駆け込み、ワイド、鶴光の任せなさいを担当したが、1987年3月に、ABC ラジオ、ポップ大会謡曲を除くすべての、在阪レギュラー番組を交板。東京に単身赴任して、鶴光の噂のゴールデンアワーのパーソナリティを16年間、務めた。入党、ニュートゥー,ー,ーの色は、 旦那のあそこに小鳥は何は止まりますかなどの変わらぬトークぶりを展開し、主婦のアイドルとして不動の地位を築いた。その後は当期限定レギュラーパーソナリティとして数々の番組などを担当したが、2009年3月をもって日本放送でのレギュラー番組は消滅した。なお、鶴港の中では落語とラジオは別物として厳密に分類しており、著書では 落語は本職、DJ は趣味と実益を兼ねた転職のようなものと記している。鶴光は多数のレコードをリリースしたが、ヒットしたのは約20万枚を売り上げた、うぐいすだにミュージックホール、作詞、作曲、山本正幸のみである。しかし、この曲のヒットが原因で、師匠の昇格が、ろくに落語もできんくせに流行歌詞会。 ストリップの歌歌い上がってと激怒し、それを契機に落語もしっかりやることを決意したゆう。映画にも数多く出演している。代表作は、レギュラー出演したトラック野郎シリーズで、ビニ本屋の店長役などで、持ち味のエロを存分に発揮した。さつきみどり主演の、奥様はお堅いのが、お好きなどのポルノ映画にも出演。また、V シネマ、 南の帝王シリーズの3作品にも友情出演している。2005年、リクルートのフロム A、フロム A 関東版、関西版のテレビ CM に出演する。様々なシチュエーションで A か、A か、と語りかける CM が人気を博した。A か、A かは、鶴光のオールナイト日本時代からのギャグフレーズで、あるが、 当時の流行を知らない若者の間でもこのフレーズが再度ブレイクし、このフレーズの着メロのダウンロードは急激に増加した。売れ始めた頃には、テレビなどで新作落語や小話などを披露し放送時間を繋いでいたが、演熟みを増してからは、師匠譲りの豪快な和芸で、三十国夢の通い字、相撲場風景、三人旅、網立ち、全在校舎、 竹の水仙などを得意にしている。また、木津の勘介、荒茶、鼓が滝、竹の水仙などの講談種や、掛川の宿などの老教区種、今朝午前、紀州といった、葉梨なども得意としており、落語家、鶴子の顕著な特徴として認められる。講談のネタは、極道南鱗からの伝授である。講談、高尺種については、 物語の進行の骨格がきっちりできていて、そこにひねりを加えられる部分が適度にあることから好きで、あると述べている。2008年の著書では、ラクダ、三十国、高津の富、一人酒生、天皇寺参りを、正福亭はじめ門の、いわば必修科目と記しながら、ラクダについては、師匠の六代目昇格の講演を見た今日から、ラクダだけはやらない。どう考えたってこのネタは、 絶対できない。無理。としていた。その後、2010年代になってからは演じるようになっている。ラジオでは、エロを売りの一つとするが、落語では直球勝負を続けていきたいという理由から、演唱話は、あえて演じないと述べている。事故のツイッターでは時折自らの落語論、演芸論を真面目に述べると、テレビ、 ラジオ出演時の軽薄なキャラクターとは違う一面も見せている。講座はもっぱら都内の上席や国立演芸場、関東圏の市民ホールなどが中心であるが、学校寄せにも精力的に取り組んでいる。地元大阪で2006年に開場した天馬、天神繁盛亭の上席では、大鳥も務めることもある。また、横浜にぎわい座で、年2回、 鶴高一門会を開いている。小竹芸能が新宿にオープンした寄せ。新宿角座では月に一度、角座深夜寄せから特選新内の開マイナスをプロデュースし、鶴高一門と落語芸術協会所属の落語家が出演している。苦労して育ててくれた母親への思いは強く、落語家、タレントとして成功すると、旅行に何度も連れて行った。母親に、 末期の直腸がんが発見されて、余命ばくもないと知らされると、点滴しか受けられない母にもう一度だけ食事をさせたいと担当医に相談し、特別な手術で三日間だけ食事可能にしてもらい、その間に寿司を食べさせて、ほどなく死去したという。新世界に馴染んで育ったこともあり、東京でも下町、浅草、下谷入谷中、目黒お好み、飲み屋も、 庶民的な店が好きだと記している。近年は落語活動に力を入れているため、マスコミの露出は少ないが、バラ色ダンディや日本放送の番組に時折、ゲスト出演しているほか、関西地区では J.COM の特別番組、鶴子の寄り合い酒で、おまでその姿を見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。